それでは知事の国務質問を始めます、まず不正に関する質問からお願いいたします。はい、昨日、足利の対策会議が開かれまして、まあ、お世話が突出して多いということで、インバウンドの増加の影響も指摘されてたんですけれども、例えばこの対策を国に求めていくとかですね、そういったお考えあるんでしょうか。まあ、これは全国で橋が増えてますから、もちろん国にも求めていきますし、まずはやはり予防をね、こう徹底して、そういう意識を一人一人持っていただくということで、この今の状況をしっかりと府民の皆さんに伝えていきたいと思っています。入国時にその例えば体調不良の方を、まあ、途中止めるとかですね、そういった対策を、まあ、さらに強化するとか、そういったものを求めるんですか。いや、これはしか潜伏期間があるんで、なかなかその入国時にもうこうはっきりとそういう高熱が出ているという状況であれば、それは注意喚起できるけど、なかなか潜伏期間がある、そういう疾患なんで、そのこうピンポイントで、そこを止めるというのはなかなか難しいと思います。法的な話なんですけど、はい、昨日、体調の際にですね、まあ、公明党さんが父子を親とか兄弟になったようなことに対して、まあ、それはちょっと認識の違いがあるんじゃないかというふうにおっしゃってましたけど、それもちょっと詳しく教えてください。だって大阪府が親で大阪市がこうなんて言うと大阪市も反発します。なんかそういう関係じゃありません。要はお互い同じ、対等でお互いが公益の権力を持っているから、だから対立すれば公益の一元化というものができずに、もう二元化になって成長のためのさまざまな施策が実行できないわけです。だからこのお互いの持ってる広域の権限を一つにまとめようというのが大阪都構想の一つの目的です。だから、まあ、八重樫さんが言ってるのはちょっとこうずれてるのかなと思います。だから大阪府が我々親なんだから大阪市に言うこと聞きなさいなんて言うと、これもう元の10年前の大阪ですよ、11年前だから、そうなると結局は、不死の対立で不幸せということになるんだから、もう今は僕と吉村市長がそれぞれ知事市長として福祉推進本部会議でね、会長副会長として、こう物事を決定するできるそういうシステムを作ってるからバラバラにはなります。だから結局そういう意識、八重樫さんの意識が過去の大阪のこう不幸せな、まあ、状況を、ね、抜け出してないと思います。他にございませんか。知事、一部です。週末にかけて公明党本部また会議等いろいろ、協議されると思うんですけれども、まだ交渉に関しては、いや、もうこっちはボールはもう投げてますから、譲るところは譲ったし、これ以上どこ譲れと。公明党さんはもう何度も言うけど、住民投票の任期のに対しての捉え方の違いと、解釈の違いずっと言ってきたわけだから、じゃあ任期はもうそちらの解釈に譲りますということを言ったんだから、彼らはそれは約束してるわけですよ。そうなればその任期で、いかに実現するかという、それは工程表が必要になるわけで、工程表を作らないというのはその彼らが約束した任期そのものをね、ごまかそうとしてるということです。これは嘘つこ、そこをごまかされて、その知事首相の任期を超えられたんで、これは嘘つかれたということですからね。やっぱりもう嘘つかれることが分かってる中でね、何も対応しないなんていうのはありえないということです。仮にここからその状況を打開されるとすれば、公明党さん側から何かしら連絡があって、で紙での約束をするということがない限りは変わらないということ。もう明確に工程をしっかりと、公明党さん側が
それを約束すると、うん、いうことですね。まあ、僕が言ってるのはこれ、まあ、政治家は当然として人として当たり前だと思いますけど ね、これもな、まず、約束は守る、嘘つかない、もうそれは、こう当然、人として、こう守るべきものだと思ってます。8日にも表明というあの報道も、まあ、それは今議会もこうして代表質問一般質問やってる中ですから、しかるべき時期に、しっかりと判断をしたいと思います。すみません、実は関連なんですけれども、公明党状況を打開するために知事や維新側から公明党に働きかけることはしないということ、もう何度も言ってるようにボールは相手が持ってます。他にございませんか。それでは政務の質問いただきます。それでは政務の質問をお願いいたします。よろしいですか。それではこれで終わらせていただきます。